ワルシャワ王宮での政務自由拒否権、またはリベルムベとは、ポーランドリトアニア共和国の政務に存在した制度の通称。全会一致性であった。この議会では、議員は誰でも、私は活動を止める。もしくは、私は認めない。と叫ぶことによって、直ちに議論を止めたり、その議論の中で、すでに合意し成立した法を無効化することができた。 この仕組みは17世紀中頃から18世紀末までの政務で導入された。理念的にはすべてのポーランド貴族は平等であり、全員、全国の同意があって、初めて立法できるという考えが根底にある。この拒否権は国王が提出した法案に対しても有効で、このことは当時の絶対君主制が一般的なヨーロッパにおけるポーランドの突出した。 共和主義的性格と弱い王権を生み出す鍵となった。多くの歴史家は、この自由拒否権は18世紀に顕著に見られた共和国の政治機構の硬直、さらには国家そのものの衰退の主因であったと見ている。外国勢力は、わずかな買収活動で、ポーランド政府を麻痺させることができ、最終的に、ポーランド分割と国家消滅を招いたからである。ピオトル・ステファン・バンディチは、 自由拒否権は古いポーランドの政治的混乱の不吉な象徴となったと述べている。1573年から1763年までに150回ほど政務が開かれた中でその3分の1ほどが一切立法できずに終わったがそのほとんどは自由拒否権によるものだった。ヨーロッパの多くの言語ではポーランド議会にあたる言葉が無秩序を意味することして使われている。 自由拒否権は、ポーランド王国の全会一致の伝統や、ポーランドリトアニア共和国の連邦国家的性格の産物である。各議員は、各地方の精密で選出されるため、地元の利益を代表する責任を負っていた。多数決で少数派の意思を否定することは、貴族たちの平等を傷つける行為であるとみなされた。当初、政務で意見が割れた時には多数派が、 説得や脅迫により少数派に意義を撤回させることで全会一致を保っていた。また、この頃は各法案について全会一致が必要なのであって拒否権が行使されてもそれまでにその政務を通過した法案すべてがひっくり返されるわけではなかった。例えば歴史家のブワディスワフ・チャプリンスキは1611年の政務の例を挙げて 一部の法案が却下されても、それ以外は順調に通過し成立していたことを示している。しかし17世紀中頃以降、ひとたび自由拒否権が発動されれば、それまでに審議を終えていた方まで全て否定されるようになった。これは政務で提出された法案が一括で採決されるようになったためである。一般に、 最初の自由拒否権発動は1652年の政務におけるトラカイ選出の議員ブアディスワフシチンスキによるものとされているが誤りである。実際には彼はアル法案ンの審議中に法廷の期間を超えた審議延長を主張したに過ぎない。しかしこれが危険な前例となってしまったのは確かである。以降数回ほどの政務では拒否権発動が却下されることもあったが 次第に受け入れられるようになっていった。1669年のクラクフにおける政務で、キエフ選出の議員アダム・オリザが審議終了前に自由拒否権を発動し、審議が中断された。1688年には審議開始や、議長選出より前に自由拒否権により、政務が解散する事態となった。ヤン三世の時代、開かれた政務の半分ほどが自由拒否権により潰れた。 自由拒否権の仕組みは全国議会の政務から各地の政務区にも広まった。18世紀前半の政務は隣接するロシアやプロイセンが裏で糸を引く議員の自由拒否権発動によりほとんど機能停止し改革と国家再建、強大化の道を閉ざされた。隣国アポーランドで自身の得にならない法案が提出されたと見ればこれを自由拒否権を通して 簡単に握りつぶすことができた。こうした内政干渉の結果、ポーランドは半ば無政府状態に陥った。ポーランドのザクセン朝時代にはほとんど政務が成立しなかった。アウグスト2世の時代に成立した政務は18回のうちの8回、アウグスト3世の時代は1736年の1回だけだった。政府が事実上崩壊した様は、 ポーランド無政府状態と呼ばれ、各地の議会やマグナートがそれぞれ自治している状況になった。自由拒否権は、ポーランドリトアニア共和国の衰退と最終的な崩壊の主因と言っても過言ではない。1573年から1763年までに150回の政務が開催されたが、そのうち53回は一つも法案を通過させられずに終わった。 歴史家のヤツェクイ・エンドルフによれば、このうち32回は自由拒否権の行使によるものだった。この状況を打開するため、18世紀になると連盟政務と呼ばれる制度が登場した。これは一部のシュラフタなどが結成した連盟の管理下で政務を開くというものである。ここでは、全国議会としての政務と異なり、自由拒否権の行使が認められず、円滑な議事進行が行われたため、 時には公式な政務の議員全員が参加した連盟政務が開かれ実質的な国家の立法機関となったこともあった。18世紀後半のポーランド啓蒙主義の時代、共和国政府の権力強化を求める改革が試みられた。1764年から1766年の改革で政務の議事進行が改善された。重要事項以外では、 多数決が導入され、議員に対する精密からの束縛も禁止された。改革の道は険しく、諸外国は議員を買収して、自由拒否権を発動させたり、1768年の数期協法に代表されるような改革に逆行するような特権法を成立させたりするなどして、公然と介入、妨害を行った。1791年、 ついに自由拒否権は五月三日憲法で廃止された。これを採択した四年政務も連盟政務であり、多数決の下で実現した憲法だった。歴史家のノーマン・デイビスは、この憲法を、こうした類のものとしては、ヨーロッパ発の憲法と評価しているが、ロシアとプロイセンの圧力により、千七百九十三年の グロドの政務で廃止されてしまった。またこの政務で第二次ポーランド分割が承認され、2年後には第三次ポーランド分割が実施されて、ポーランドリトアニア共和国は滅亡した。ハーバード大学の政治学者、グジェゴシュエキエルトは、ポーランドと自由拒否権の歴史について、以下のようにまとめている。政治学者のダリボル・ロハーチは、自由拒否権の原理は、 ポーランドの特殊な立憲主義生態において重要な役割を果たした都市、立法、宗教的寛容、制限された政府の権力、他の国々が宗教対立や専制政治で荒廃する中で存在した当時のポーランドにおける規範が国王の力を著しく制限したと述べている。自由拒否権は黄金の自由と呼ばれるポーランド・リトアニア共和国の政治体制。 文化の鍵であった。多くの歴史家が自由拒否権の原理が共和国の政治の腐敗と国家の水運の主因であるとしている。政務の議員たちはマグナートや外国の買収を受けたり、自分たちが享受している黄金の時代の所得権を守り抜きたいと考えたりして自由拒否権を行使し、あらゆる改革を拒絶して国政を麻痺させた。ピオトル・ステファン・バンディチは 自由拒否権は古いポーランドの無秩序の不吉な象徴だったと述べている。W.J. ワグナーは確かに古いポーランドにおいてこれほど公正から厳しい非難を受けている制度はないと述べている。2004年ポーランドで選挙制務中の国王自由選挙を題材としたビートという名のトレーディングカードゲームが発売された。IBM では1990年代前半まで ノンコンカーと呼ばれる意思決定システムがあった。これは、社全体の戦略方針に対し、自身の部門に好ましくないと考えた各部門長は、誰でも拒否権を発動できるというものである。この制度により IBM は、各部門が反独立状態にある、封建的な体制となっていたが、1993年に、 CEO に就任したルイス・ガースナーが IBM 立て直しのための改革の一環としてノンコンカーを廃止した。ありがとうございます。